クルカフェチャンネルへようこそ。ということで今回もウォーハンマー 40K インペリウムアセットから出ている週刊のものになっています。はい、今回で29号ですね。今回はですね、ネクロンウォリアー、こちらですね、ネクロンウォリアーの後半が入っています。前回とこの号を合わせることによってネクロンウォリアー10体とスカラベスオーム3体揃ってくるようになります。10版でも、第10版ですね、これ今やってるのは第9版なんですけども、第10版でもですね、こちらネクロンウォリアーと、スカラベスオーム大変活躍できるユニットになってますので、ぜひですねゲットして自分の戦場に登場させてみてはいかがでしょうか。ということでですね、いつも通り、冊子の方の説明をさせていただきます。はい、ではですね、今回のですね冊子、非常に濃いものになっています。たくさん書いているんでですね、すべて紹介することはできないんですけども、今回もですね、ここを押さえてた方がいいんじゃないのっていうのを紹介させていただきます。今回はですね、ジンスティーラカルトということでですね、ティラニットに洗脳とか、催眠術とかいろいろ書かれているんですけども、世代を渡ってですね、遺伝子を組み込まれてしまった、人類ですねが、このジンスティーラカルトになってしまって、帝国全体をですね、堕落に導いていったものになっています。宗教じみたですねことをしていくんですけども、要はティラニットの手先ですね、ティラニットの手先になり下がってしまってますよといった感じになるんですけども、結構ですね、人類のその文明の中に入り込んでしまうとても恐ろしいものたちになっています。なので実際の戦闘面ですね、戦闘面にとってはですね、そこまで驚異的ではないと言われてはいるんですけども、正直、戦ってみるとですね、非常に特殊能力、罠とかですね、そういったものを使っていくので、難しいユニットではあるんですけども、アーミーですね。難しいアーミーではあるんですけども、戦いによってはですね、非常に面白い、戦いができる種族になっています。はい。こちらね、結構ぼかしとかも入ってますけども、こういった変わったゼノですね、そういったものを扱ってみるというのも面白いかもしれません。はい。罠とかですね、なかなかウォーハンマー 40K では、使うことはないんですけども、彼らは非常にそういったものを使っていくといったものに長けていますので、ぜひですね、やってみたいといった方はですね、揃えてみてやってみるのもいいかなと思います。はい、ではですね、ゲームに移っていく前にですね、今回ちょっと地形のですね、説明をしていきたいと思います。まずですね、このヘモトロープ反応炉っていうものですね。で、前回の28号に特殊地形のルールの説明なんかがありました。はい。で、今回ですね、この特殊地形の中でヘモトロープ反応炉ですね。まずこちらを見ていきたいと思いますけども、この5番、こちらですね。ここに書いてあるのが、障害物っていう、この地形種別ですね。地形種別、障害物、地形特性、傾斜平物、不安定、コブっていう、いうふうに3つついています。じゃあ、これって何ですかっていうと、このページ、何ページか前ですね。こちらになりますね。地形、特殊地形と書いてすぐ下、地形種別って書いてます。でその中で丘、障害物、エリア地形っていう風にあって、今回障害物ですね。じゃあ障害物って何ですかっていうと、こちらも要約文から読んでいきますけども、障害物の乗り越えは通常の移動ルールに従うということなので、まあ登ったり降りたりとかするときにMV を消費しますよと言ったものですね。で、障害物の背後にいる兵に対する射線は通常のルールに従う。はい。見えているか見えてないか。ここが一番重要ですね。で、障害物を攻撃することはできない。この障害物を破壊することはできませんよということが書いてます。で、最後、ここですね。重要なところです。インファントリー、ビースト、スウォームのうちいずれかのキーワードを持つ兵は、この特殊地形の 3MV 以内にいる間、傾斜兵ボーナスを受ける。括弧して、ただし、攻撃側の兵の1地点からその兵のベースのあらゆる地点へ、太さ1ミリの直線をこの特殊地形の上を一切通ることなく引くことができる場合は除くと書いてますね。はい。何言ってるんですかって感じですね。はい。わかるよという方もいらっしゃると思いますけども、わかりにくいといった方もいると思いますので、ちょっとしたね、簡単な説明をしていきたいと思います。まずこの特殊地形からですね。はい。こちらですね。ここから 3MV 以内にいるかどうかが大事ですと。では、ここにいますよと。3MV 以内にいますよと。ライブラリアン、ホボサーマーですね。で、敵側、ネクロン。はい。この辺からまあ撃ちますといった感じですね。ネクロンが射撃。で、受け手がライブラリアン。この状態で撃ちますと。そしたらですね、この 3MV 以内にいてですね、この障害物の上を射線が通っています。はい。こういった状況になると、傾斜兵ボーナスというものが得られますよというものになっています。じゃあ、傾斜兵って何ですか？
ていうことなんですけども、はい、こちらですね、地形特性っていう書かれたページが28号にありますね。はい、それの2ページがこちらですね。多分ウォーハンマー 40K やってると一番多いのはこちらですね。傾斜兵物、射撃武器、あくまで射撃だけですね。射撃武器に対するセービング結果にプラス1、そしてスペシャルセービングには効果はありませんよっていう風になってます。なのでセービングプラス1ですねと覚えていただければ、まあ防ぎやすくなりますねといったことになります。ただしです、このヘモトロープ反応力が 3MV 以内にいるとボーナスを得てる状態ではあるんですけども、この時点ですね、今画面見ていただいてて、もう少しこういきますか、こうですね、はい、3MV 以内ですねにいます。で、射撃をネクロンイモータルから撃ちますと、こういった場合にですね、射線の下をですね、建物が通っていないといった状況なので、ボーナスは得ることはできません。まあ理屈的に考えてこうですね、実際に隠れている状態ではないので、遮蔽ボーナスは受けることはできませんということが書かれています。まあ、ちょっとね、わかりにくい書き方かなと思いますけど、文章にしてしまうとですね、ちょっと難しくなってしまうといったものになりますね。で、あとですね、今回このヘモトロープ反応炉、不安定っていうのがついてます。まあ簡単な話です、ここ、はい、上にですね、こうやって絶妙に置くことができましたと言っても、この上で止まっちゃいけませんよというルールになっています。はい、こことかね、乗れますよと、煙突の上に乗りましたといった状態でですね、はい、絶妙のバランスで止まりましたって言ってもダメですと言ったルールになっています。はい、この上では止まらないでくださいねというものになっていますね。で、最後コブっていうのがあります。コブはですね、こちらのスペースマリンですね、あとアデプツメカニカスなんかにですね、陣営キーワードというものがついています。こちらですね、陣営キーワード、はい、こちらに帝国という文字があったらですね、このヘモトロープ反応炉の近くにいたというか、収まっている場合、 6MV 以内ですね、 6MV 以内に収まっていた場合、指揮統制値がプラス1になりますというものになる。帝国側だけなので、ネクロンがくっついても特に反応はしません。あくまで帝国側の兵士が 6MV 以内に収まっていますかといったところだけを測りますといったのが、このヘモトロープ反応炉ですね。で、もう一つこちら、今回コンテナですね。はい、コンテナもありまして、コンテナにもですね、いろいろ書いてあります。はい、装甲コンテナ、こちらですね、装甲コンテナが映ってるところ、ここ2番ですね。こちらも障害物同じですね。で、その地形特性っていうのが、傾斜兵物、さっきと一緒のものがついてて、投範可能、そして無防備っていうものがついています。じゃあこれ何ですかって言いますと、登ることができます。先ほどと違って登ることができますよといったもので、傾斜兵がついているんですけども、例えばこちらから見えてるから撃ちますよといった場合ですね、ここ通ってるから傾斜兵受けるんじゃないのって思われがちなんですけども、無防備っていうものがついています。無防備がついていると、登っている間、上にいる間ですね、傾斜兵ボーナス等々受けることができませんというルールになっています。じゃあどういった時に傾斜兵物の効果が発揮しますかといったらですね、例えばそうですね、こんな状態でスパイダーがすごく高い位置にいて見えはすると、はい、相手が見えますよといった状態で撃った場合、その場合こちらですね、 3MV 以内にいたら傾斜兵ボーナスを受けることができますといったものになっています。なので今回はあまり関係ないので、こちらのコンテナに関してはですね、あまり気にしなくていいかなと思いますが、もし何かあった場合、そちらを思い出していただければいいかなといった感じになりますね。ということで、まあ、障害物の説明を一旦させていただいて、ゲームの方に移っていきたいと思います。はい、それではですね、今回のゲームのお時間となってまいりました。はい、今回もですね、ミッションの内容をですね、スイさんの方に読んでいっていただきたいと思います。よろしくお願いします。バルキリーの墜落、チフォスでの戦闘は何も地上に限ったものではない。インペリウムの強襲揚陸艦は上空を偵察飛行するだけでなく、航空優勢を確保し、援軍を輸送するためにネクロンの攻撃機と空戦を行っているのだ。チフォスの戦いによって廃墟と化した工業地区の一つで、ネクロンの射撃によって輸送機が撃墜された。敵戦線後方で活躍するプライマリスライブラリアンとスペースマリーンの召集団は、墜落船の位置を特定し、生存者を救出するよう任務を与えられた。はい、ということでですね、今回の任務ですね、ちょっと変わったものになってきましたね。はい、バルキリーの墜落ということでですね、バルキリーってじゃあ何ですかって言ったらですね、アストラミリタルムっていう帝国の一般兵たちですね、はい、こちらが使っている輸送機になっています。
実際に商品としても売られているものになっていますけども、今回このウォーハンマーインペリウムには登場してきません、まあ、ゲームズワークショップでね普通に販売していますので、そちらの方も見ていただければなと思います。はい、ではそちらの墜落したバルキリーの、生存者ですね、こちらを助けに行きたい帝国側、そしてそれをですね、挙手するネクロン側というお話になっているようです。ネクロン側のお話を読んでいきたいと思います。ネクロン、襲撃と確保、無慈悲なる猛攻。ネクロン軍は墜落地点を蹂躙し、帝国軍が貨物と乗組員を運ぶのを阻止しなければならない。カノプテック構造体はネクロンイモータルユニットを伴い、スペースマリーンの防衛陣地に群がり、敵を可能な限り迅速に圧倒し撃破しようとしている。はい、ということでですね、今回はそのバルキリーの墜落地点にネクロンが強襲してきております。はい、生存者とかね、物資とか取られるわけにいかないといったところですね。では、帝国側スペースマリーンのお話を読んでいただきます。スペースマリーン、避難の支援、防御に回れ。スペースマリーンは救出活動のために多くの部隊を防衛に流用するだけの余裕がない。今となっては一人のプライマリスライブラリアンと一つのアグレッサースカットだけが頼みの綱だ。数において劣勢に立たされている彼らは廃墟を有利に使い、ネクロンを瓦礫や建物の迎撃地点に誘導しなければならない。はい、ということでですね、今回は少数精鋭でですね、バルキリーの墜落地点で、救出活動を行っていきたいというライブラリアンが、出てきました。はい、特殊任務ではですね、彼がよく出てくるのかなっていう感じですね。なんとしてでもですね、人道派のウルトラマリンとしてはこの救出を何としても成功させたいといったところになります。はい、ではですね、実際のミッションの方を読んでいきたいと思います。はい、それではですね、実際のスカウトミッション、今回の内容を読んでいきたいと思います。スカウトミッション、生存者の救出。参照ルールを参照せよ。ミッション概要。貨物と負傷兵を積んでいた帝国輸送船の残骸は、敵対するネクロンにとって格好の標的だ。スペースマリーンの小規模部隊はゼノを押しとどめ、救出活動を進めなければならない。はい、ということでですね、今回のお話の内容でですね、マップの方、まあ、反応炉もあるんですけども、コンテナが2つ、そしてドラム缶とか弾薬箱とか、結構散らばっています。まあ、墜落した後かなって言ったところですね。はい、そして、このエリアをですね、確保するために作戦目標マーカーが存在するよといったような感じになっているようです。では、実際のミッション目標を読んでいきましょう。ミッション目標。プレイヤーは以下の条件で勝利ポイントを獲得する。輸送船の防御。即時達成型目標。ネクロンが墜落地点へと突き進む中、スペースマリーンは撃墜された機体を守り、ネクロンに陣地を制圧されることを阻止しなければならない。第5バトルラウンド終了時、このバトルは終了し、第5バトルラウンド終了時までにネクロン側プレイヤーが目標を確保した場合、彼らが勝者となる。確保に失敗した場合、スペースマリーン側プレイヤーが勝者となる。はい、ということでですね、今回は、作戦目標マーカーを死守しなければいけませんと。はい、ネクロンに一度でも取られると負けとなりますので、その辺をですね、気をつけながら戦っていかなければといったところですね。はい、まあ、ネクロン側はですね、一回取ってしまえば勝ちなので、思い切った行動がね、必要かなと思います。はい、ではですね、今回のアーミーの内容を読んでいきたいと思います。今回はネクロン軍ですね。はい、こちら、カノプテックスパイダー。はい、大きなあの雲ですね。続いて、スカラベスウォーム。こちらが6体。はい、3体ではなく6体です。複数のね、ユニットを一つにまとめるといったものも、上限を見ればね、可能っていうのがわかりますので、実際に試していきたいと思います。そして最後に5体のイモータルですね。トループが今回も存在していますよ、といった感じになっています。そして、ウルトラマリン側。はい、今回はですね、1体のライブラリア。そして、3人のアグレッサーですね。はい、少数精鋭で戦っていきたいといったところになっています。防衛戦になるのでですね、あまり、離れたところの攻撃はできないんですけども、長距離射程でね、やられたくないので、なんとかですね、蹴散らしながら距離を詰めたい、ところなんですけども、はい、ちょっと難しいとは思いますけども、やっていきたいと思います。では実際に今回の戦場の構築の方に移っていきます。
はい、それではですね、実際のゲームのコーナーに入っていきます。まず戦場の構築ですね、ご覧の通りの形になります。両サイド両陣営ですね、 3MV の幅が決められています。で、右側がスペースマリン、左側がネクロ、はい、下の方ちょっと見切れてますけどね、また状況が動けば見えてくると思いますので少々お待ちください。はい、そしてですね、今回の作戦目標マーカーですね、はい、センターの 3MV 離れたところに目標マーカーが1つあります。で、それに、そこからですね、少し離れたところ、3MV ずつ離れたところに、装甲コンテナ。そして左側、ここ、ヘモトロープ反応。っていう形に、テレインが配置されています。で、弾薬箱と、ドラム缶ですね。はい、適当にこんな感じで置いてください。という設定になっていました。では、今回のミッションの内容ですね。はい、先ほども読んだんですけども、今回は、帝国のバルキリー、飛行機ですね。飛行機が墜落してしまって、そこに積み荷と負傷兵ですね。味方が乗っていました。それを助けに来たスペースマリンといったお話ですね。なので、この作戦目標マーカーの地点がバルキリー墜落地点ですね。はい、ここを確保して5ターン耐え切ってください。というゲームになります。5ターンの間に一度でもネクロンがここを確保してしまった場合、ネクロン側の勝利というふうになります。なので、絶対的な防衛ですね。が帝国側に求められていきます。初期配置ですね。初期配置はネクロン側から置いてくださいというふうに書かれていますので、ネクロン側から置いていきたいと思います。では、ネクロン側はですね、カノポテックスパイダー、そしてスカラベスオーブ6体の1ユニット、5体のイモータルという編成になっています。はい、ではイモータルを置いたので次ですね、はい、帝国側ウルトラマリーンですね、1人のライブラリアン、そして3人のアグレッサーが今回陣取っているようですね。スイさんにですね、今回もお相手をしていただきます。よろしくお願いします。はい、じゃあ初期配置がね終わりましたんで、マーカーのダイスを取っていきます。はい、それではですね、ゲームのスタートになりますので、最初のね、先行後攻、ダイスロールをやっていきたいと思います。私は緑のダイスですね。で、スイさんが青いダイスでやっていきます。では、先行後攻、ダイスロールいきます。はい、5と6を、スイさんの方が先行になりました。ではですね、今回、ライブラリアンがいます。はい、ちょっとライブラリアンのね、説明軽くしておきます。今回ですね、サイキックパワーのことについて書いていてですね、隠密のサイキック体系に属するサイキックパワー2個を習得している、括弧して A の陣営07というふうに書いているんですけども、私ちょっとね、手元の資料を見たんですけども、なくしているのかもしれないですけども、まだ手元にないように思います。なのでですね、現在はまだ住まいとしか打てないっていう解釈でいいのかなと思います。もしあった場合はですね、そちらの方を見ながらやっていくことになるんですけども、全部で、ね、3種類あって、うち2つを打つことができますと。ただスマイトを2回打つことはできませんといったものになっていますので、そこだけねちょっと注意していきたいと思います。なので今回、ライブラリアスマイト1回だけっていう風にさせていただきたいと思います。で、あとのですね、サイキックフードとかいう能力もついてたりとかするんですけども、こちらは特にですね、今回関係ないので覚えなくてもいいかなというふうに思います。他の方と遊ぶときはですね、この辺は見逃さないようにやっていただければいいかと思います。カモクロークというものがあります。カモクロークはですね、傾斜兵ボーナスを得ている状態だとさらにセービングがプラス1になりますので、うまくセービングを活かせばですね、うまく傾斜兵を活かせばですね、今回相当強くなるかなというふうに思います。まあ、ただ、あくまで射撃だけっていうふうになりますので、そこも注意ですね。では、やっていきたいと思います。では、スイさんの先行から、移動フェーズから。お願いします。はい、それではですね、今移動が終わりまして、移動の次射撃なんですけども、その前にですね、移動、サイキックフェーズ、射撃の順番になります。今回サイキックがありますので、こちらをやっていきたいと思います。ライブラリアンですね、はい、からスマイトを打っていくようです。現状ですね、スマイトは 18MV で届きます。射程には入っているようなので、一番近い敵、ユニットですね。はい、スカラベスウォームになっていくようです。じゃあ、サイキックテストですね。はい、ここで、5プラを出せば成功ということなんですけども、2D6 で5プラですね。ダイスを2つ振っていきます。はい、スマイト、あっいきなり歪みましたね。はい。皆さん歪みの脅威覚えてますでしょうか？はい。ちょっと画面出しますね。こちら出しましょう。はい。66、または11ですね。はい。ゾロ目が出た場合、1か6のゾロ目が出た場合、
歪みの脅威というものが発生します。なので、この攻撃自体は、成功はしてるんですけども、自分にもダメージが D3 ポイント返ってくるっていうものになっています。はい、いきなり歪みましたね。で、スカラベスオーブに対して打ったんですけども、これのダメージ、11プラになります。はい、11プラになってるので、大成功になりますので、D6 ポイントの致命ダメージを与えることができます。はい。破壊力は申し分ないです。ただ自分にも返ってくるという恐ろしい状況になりました。歪みの脅威が発生した場合ですね、自分に対してですね、来るダメージをまず処理してください。はい。で、その処理した時にですね、自分がダウンしてしまった場合ですね、自分がダウンしてしまった場合、失敗となってしまいますので、はい。まず自分へのダメージからの処理を行っていきます。まず D3 ポイント、はい、ダメージを受けます。あ、5ですね。ということで3ポイント。はい、3ポイントいきなりダメージを受けてしまいました。はい、では、傷が全部で5なので残り2ポイントですね。はい、一気にダメージを受けてしまったライブラリアンですね。はい。で、スカラベスオーブに対して、D6 ポイントの致命ダメージを与えていきます。あ、これ、強い。今回は、水産の手目恐ろしいことになってますね。6と5ばっかり出ます。はい。4点しかない、スカラベスオームなので、1人ダウンですね。で、残り2ポイントが余ってて、オーバーフローするので、はい、ダメージを受けました。で、サイキックがここで終わりましたので、今やられたスカラベですね。はい。期待再生プロトコルをかけていきます。失敗ですね。はい。なので、スカラベスオームはダウンのままということになります。ではですね、この後射撃なんですけども、距離がちょっと遠いので届きません。はい。で、突撃も当然届かない。ということで、ここで、スペースマリン側、ウルトラマリン側ですね。はい。ターンが終了していきます。でスカラベスオームの投射値もですね、10ポイントありますので、繊維テストですね、そちらの方は必要ありませんということで終了になります。ネクロのターンになってくるんですけども、ネクロのスカラベスオーム、はい、リビングメタルがありますので、2点が3点に戻ります。ということで、移動フェーズの開始ということになっていきます。はい、ただですね、ごめんなさい。今ちょっとよく見てたらですね、カドプテックスパイダーの能力ですね、よく見てください。スカラベノスっていう能力がありまして、自軍指揮フェーズ中、この兵の6円分以内にいるスザーレ艦の、スカラベスオームですね、はい、がいましたら、はい、やられていた場合、1体のスカラベスオーム復活ということになります。でここに書いてある再生なんですけども、機体再生ポルトコルが行われるわけではなくてですね、再生そのものが行われます。なので、1体復活します。はい、ということでですね、結果的に満タンで帰ってきたということになります。はい、それでは移動の方が終わりましたので、射撃ですね。では、カノプテックスパイダーから撃っていこうかと思います。カノプテックスパイダーから、はい、こちらですね、カノプテックスパイダーから、ライブラリアに対して射撃を撃っていきたいと思います。はい。距離としては今 15mv ですね。では、パーティクルビーマー、アサルト6ということで6発ですね。はい、6発撃っていきます。はい、6発でシャ4プラです。はい、いきます。はい、では4発ですね。4発成功しました。では、ウンズロール。高が5です。で、タイが、ライブラリアンが4ですね。有利なので3プラでいきます。では、3発。ウンズロールが通りましたので、セービングを行っていってもらいたいと思います。貫通がありません。なので3プラですね。3プラの3発。はい。見事に全部セービングですね。はい。ナイスセーブです。では続いて、イモータルからの射撃。イモータルの射撃がですね、一応アグレッサーに届くのですが、はい。イモータルの武器、ラビットファイヤーですね。で一番先頭だけは 15MV 切ってるので、一番先頭のイモータルだけが2発撃っていきたいと思います。で、残りは1発ずつ。で、イモータル6発ですね。はい、6発射3プラでいきます。3発ヒットですね。はい。では3発ヒットで、コウが5、タイが、アグレッサーは5ですね。はい。タイ、コウ5、タイ5。で、等しいので4プラでいきます。はい、全部、運図成功ですね。ではですね、貫通がマイナス2ついてます。
マイナス2についてで、アグレッサースカットが3プラなので、4プラ、5プラですね。はい。5プラ3発お願いします。はい。では、2発セービングが失敗しました。で、ダメージが1発1点なので、2点のダメージですね。はい。ではですね、射撃の方が終わって、突撃をしようかと思います。はい。スカラベスオーモから QMV で届きますので、やってみたいと思います。では、2つですね。ダイス2つ振って、9以上。出たら成功ですね。いきます。あ、届かない。こけましたね。8なので、失敗です。では、ネクロのターンが終わりまして、1ターン目が終了ということになります。では、2ターン目の表ですね。ウルトラマリン側の、フェーズになっていきます。はい。では、移動フェーズが終わりまして、続いてサイキックフェーズですね。はい。ライブラリアン、スマイトを打っていきますか。はい。では、打っていきますと言ったことで、ワープチャージ、5プラですね。はい。ダイスを2つ振って、ワープチャージ値測っていきます。はい。6で成功ですね。はい。では、成功しましたので、一番近いスカラベソームですね。スマイトが成功です。で、ダメージが D3 ポイントですね。はい。では、2だったの、1ですね。はい。1ポイントのダメージを受けました。はい。続いて、射撃ですね。はい。射撃を打っていきたいと思います。では、射撃はどちらからいきます？では、アグレッサーの射撃を行っていきたいと思います。アグレッサーからですね、スカラベスオームに対して射撃を行っていきますが、フレームストームカントレット2門持ってますね。はい、かける3に 6D6 ですね。6D6 の弾数をまず決めていきます。はい、ではフレームストームカントレット弾数出していきます。はい、では16発ですね。はい、16発。ちょっと振るわなかったですけれども、16発のフレーム攻撃を行っていきます。では、ヒットがすでに当たっている状態ですね。フレームは自動ヒットなので、ウンドロールになっていきます。はい。では、攻が4、対が3ですね。はい。有利なので3プラでいきます。ではですね、9発の、セービング、9発のウンドロールが通りましたので、9発のセービングを行っていきたいんですけども、貫通はないですね。はい。貫通がないので、6プラですね。9発のセービングロールを行っていきます。6プラです。はい。1発もすみませんでした。残念。残念。はい。9点ですね。まず、2点受けて1人ダウンですね。で、あと7発ですね。で、4点受けて、はい。では、2体のスカラベがやられてしまいました。機体再生プロトコルですね。行っていきたいと思います。はい。5プラが4つ出れば1体は復活します。はい。では、いきます。あ、1体復活ですね。よかった。はい。では、1体復活しましたので、続いて、ライブラリアの射撃ですね。はい。ボルトピストル。射が3プラ1発。じゃあ、スカラベに対してですね、ボルトピストルを撃っていきます。はい、一発成功ですね。はい、続いてウンズロール。高が4。で、タイが3なので、有利なので3プラですね。4が出たので成功ですね。はい、では、セービングになりますけども、貫通はないです。はい、なので6プラでセービングです。あ、失敗ですね。はい、では、残り1点。になります。はい、この後ですね、突撃フェーズはしますか、はい、突撃は特にしないということで、はい、ここで防衛に当たっていきたいと思います。2ターン目の表がこれにて終了という形になります。ではですね、2ターン目裏、ネクロンのターンになってきました。では、指揮フェーズですね。はい、まずリビングメタルで1点回復します。はい、そしてカノプテックスパイダーの能力で1体復活ですね。はい。ということで、また満タンですね。はい。これが、まあ、スカラベの恐ろしいところですね。スパイダーの近くにいると、どんどん復活していきます。ではですね、移動フェーズから行っていきます。
はい、それではですね、2ターン目裏ですね、の射撃のフェーズになってきます。では、イモータルからですね、はい、アグレッサーに対して撃っていきたいと思います。では、ラピッドファイア距離に収めていますので、1人2発、計10発ですね。はい、では10発サンプラでいきます。はい、では7発ですね。7発がヒット成功で、コーがウンズロールですね。ウンズロール、コーが5ですね。はい、で、タイが5です。はい、2つ目で4プラでいきます。で4発ですね。はい、4発の貫通マイナス2でいきます。はい、じゃあ3プラが5プラに変更になります。うん、4発。はい、では2点のダメージ。なんですが、一人が一発一点で一人ダウンですね。で、もう一人が一点ダメージを受けて、三点が二点になると。ではですね、続いて、カノプテックスパイダーですね。はい、こちらが射撃を行っていきます。で、目の前に、スカラベスオウムがいるんですけども、高さ的にですね、射線を妨害するようなことはないというふうに判断しますので、射撃を行っていきたいと思います。でですね、現在、カッカ危ないはもう発動していないので、ライブラリアンに対して撃っていきたいと思います。はい。では、射が4プラですね。4プラ6発でいきたいと思います。はい。では、3発。はい。ちょうど半分ですね。3発をウンズロールでやっていきます。では、コウが5ですね。タイが4ですね。はい。では、有利なので3プラでいきます。ああ、全部外れましたね。はい。残念ながら。ライブラリアには何も与えられずにこれは終了ということになります。ではですね、どうしましょうか。突撃しましょうね。はい。では突撃していきましょう。それでは、このまま回り込むぐらいの勢いでいきたいので、そうですね、突撃ロールを行っていきます。はい。ではライブラリアンとアグレッサー、両方に対して突撃を仕掛けていきます。はい。それで囲い込んでいく形の距離を保てたらいいなという形でいきます。はい。では2つ振っていきます。5ですね。あんまり出なかったですね。はい。では、突撃が成功しましたということで、白兵戦に移っていきたいと思います。で、残念ながらですね、ライブラリアの方にはあまり詰めれなかったので、アグレッサーの方に攻撃を仕掛けていきたいと思います。1体につき、下位が4ですね。アグレッサーに対して全部白兵戦できる位置にいますね。はい。じゃあ、24発。になってきます。はい。ではですね、節が4プラになってますね。はい。アグレッサーに対して24発撃っていきます。はい。それでは結構当たってます。13発とですね、6が4発出てます。はい。で、6が出ますとですね、分解者のアギト。はい。ウンズがスキップされますね。はい。4発分スキップされてます。で、残りの分をウンズロール仕掛けていきます。はい。では、効果3です。相手のタイが5ですね。はい。なので、不利なので5プラでいきます。はい。では、なんとですね、12発のウンズが通りましたといった形になります。で、貫通は特にないので、そのままのセービングを行っていくので、3プラですね。はい。12発の3プラ、お願いします。なんと、ナイスセーブですね。かなりのナイスセーブです。はい。位置が2つだけ通ってますので、ダメージが2点。はい。通った形になります。とはいえですね、アゴレッサー1人、残り2点1人だったので、1人ダウンですね。はい。残念ながら1人ダウンとなります。はい。ということでですね、スカラベの白兵がですね、しめしめといったところなんですけども、ここからウルトラマリンの反撃の白兵戦に移っていきます。では、ライブラリアンの白兵戦からですね、行っていきます。はい、フォースソードですね。はい、回が4回あります。4回の節3プラですね。はい、では、1発だけ外れて残り3発成功です。はい。で、高が4、タイが3ということで、有利なので3プラできます。はい、全部成功ですね。はい。では、貫通がですね、マイナス3ついてます。なので、全部受けます。そしてダメージが D3 ポイントっていうちょっと変わった数字なので、一発ずつ処理をしてもらいます。では、一発目。はい。一発目のダメージですね。はい。出します。はい。6で
2点のやつがまず1体ダウンですね。はい、では2発目お願いします。はい、1点ですね。はい、では3点ですね。はい、ではもう1発。はい、3なので2点ダメージを受けます。残り1点ですね。では機体再生プロトコル一応やっておきます。ライブラリーの白衛戦が終わったといったところですね。はい、で失敗ですね。はい、ではアグレッサーの白衛戦攻撃に移っていきます。はい、でサージェントが今生き残っているということなので回が4ですね。はい、4の節3プラです。ただしフレームストームガンドレットヒットロールマイナス1がついてますね。なので4プラでいきます。2発外れましたね。はい、では残り2発。はい、コウが ×2 っていうことなので、コウ8ですね。タイが3なので倍以上あります。2プラで成功になります。ここで1がまた1個出ましたね。はい、では1発だけ成功です。はい、では1発だけ成功でダメージが2点なので、1体ダウンですね。はい。では1体分の機体再生プロトコルを行っていきます。で、失敗です。5、6が4つ出ないと復活できません。では、白衛戦がこれで終了ということで、ウルトラマリンガはこれで終了になりますね。はい、それではですね、今3ターン目裏ですね。では、ここでですね、カノプテックスパイダーですね。はい、カノプテックスパイダー指揮フェーズ中なんですけども、6MV 以内に入っているということなので、さらに1体復活ですね。はい。ですが、今のところですね、退却移動を行いたいということで、はい、ではですね、退却移動を行っていきます。はい、スカラベですね。多分これで抑えれると思います。 10MV いけるのでもう全然8までいけると、まあ、自由にいけるね。はい、それではですね、今移動フェーズでスカラベがですね作戦目標マーカー確保の状態のとこまで行ったんですけども、指揮フェーズ終了時までですね、確保することはできないっていうのがチュートリアルにもありましたので、それに沿ってやっていきたいと思います。ターン終了時ではないということだけ説明をさせていただきますといった感じですね。では残りの移動もさせていきます。はい、では移動フェーズが終了しまして、射撃フェーズですね。まずイモータルからアグレッサーに対して撃っていきたいと思います。はい、では10発ですね。はい、10発の射撃を行っていきます。ガウスブラスターラピッドファイヤー距離1人2発。はい、計10発ヒットロール3プラできます。はい、では6発ですね。6発のウンドロール、効果5対が5、1シーンで4プラですね。では5発、はい、5発のウンドロールを行いましたので、セービングですね。貫通マイナス2がついてますので5プラでお願いします。4発受けてしまいましたね。はい、ではアグレッサーがですね、4発受けて残念ながらダウンといった感じになります。はい、では残りカノプテックスパイダー6発ですね。はい、6発の射撃を行っていきます。射が4プラです。はい、では2発だけヒットですね。ではコウが5、タイが4なので有利なので3プラでいきます。今日1発外れて1発ヒットですね。はい、では3プラの、一発セービングを行ってもらいます。成功ですね。はい、ではセービング成功ということで、射撃はこれで終了ですね。ではスパイダーぐらいしか今突撃できそうにないのでスパイダーをやっていきたいと思います。まあ3なので11が出ない限り成功ですね。はい、突撃します。あっはい、まさかのね、3MV の突撃をこけてしまいました。残念ながら、カノプテックスパイダー、そのままですね、その位置で立ち止まります。はい、スカラベスオームはもう退却移動を行ったので何もできません。イモータルですね、もうこのまま、いや、やめときます。調子に乗るとやられるんでね、はい、このまま、ストップでいきます。はい、では、こちらのターンが終了なので、4ターン目の表、ウルトラマリンの、はい、ターンになってきますね。では移動が終了しましてサイキックフェーズですね。はい、ではスマイトを打っていくっていう感じです。はい、ワープチャージ5プラです。10惜しい。スマイトが成功したので D3 ポイントのダメージを与えます。
はい、では2点ですね。2点のダメージを受けました。はい、そして続いて射撃ですね。はい、射撃何をしていきましょう。はい、ではクラックグレネードを投げていくということで、ではピストルよりもね、効果的じゃないかということで、クラックグレネードを投げていきます。では、射がですね、サンプラで、では一発、サンプラでいきます。はい、6が出たので成功ですね。では続いて、ウンズロールですね。甲が6、で、体が3なので、2倍あるので、2プラで成功です。はい、4ということで成功ですね。で、あとダメージがリシャになります。で、貫通がついていますので、6プラのスカラベはもうセービングできません。なので、ダメージの判定をお願いします。あ、お、では3点受けたんですが、スカラベ層もね、はい、1体がダウン。ということになります。射撃が終わったので、また機体再生プロトコルですね。一応かけていきます。はい、残念ながら失敗です。はい、では射撃が終了しましたので、このまま突撃ですね。はい、自動成功ですね。はい、ではこのまま白衛戦を行っていきます。フォースソード回4ですね。回4の節3プラでいきます。3発成功です。はい、高がプラス1、高が5ですね。で、体が3なので有利な3プラでいきます。はい、では一発だけですね。一発だけ通りました。ということで、貫通がマイナス3ついてますので、そのままダメージですね。お願いします。はい、D3 なので1点ですね。はい、1点のダメージを受けました。はい、では反撃ですね。はい、反撃を行っていきます。はい、では16発反撃をしていきます。で、節4プラですね。はい、4プラでやっていきます。はい、では、ウンズスキップが2つ。はい、5発、ウンズロールですね。コウが3です。で、タイが4ですね。不利なので5プラできます。では、6発ですね。はい、6発のウンズが通りました。で、貫通がないので、そのまま3プラで。1発だけですね。1発だけ通りました。なので、残り1点ですね。残り1点で耐えたんですけども、これにて、ターンが終了しまして、ネクロンの指揮フェーズ。スカラベスオームがですね、作戦目標マーカー、4体ですね、近づいているという状況になりましたので、これで確保しましたということになりましたから、ネクロンのこれで勝利というふうになりました。このまま言ってもね、ちょっと、フォース、ライブラリーがフォースアーマーの方はちょっとしんどかったかなというふうになりましたので、今回はネクロンの勝利といった形になります。やってみた感じですね、今回ちょっと、スペースマリン側ですね、かなり不利だったのかなというふうに思います。なので、ライブラリアンのですね、サイキック、もう一個あれば、もう少しいい戦いができたかなと思います。私がちょっとね、見落としてたら申し訳ございません。といったところでですね、今回、第29号、はい、はネクロンの勝利という形で終わらせていただきます。はい、残念ながらですね、帝国の救出はならなかったといった形で、はい、次号に移ってまいります。では、次号の予告となってまいります。では、次回30号ですね、8月9日、次回は塗料会ですね、ついてくるのはメフィストンレッドとモンファングブラウンということになります。とってもですね、使いやすい茶色と赤になっています。はい、赤はすごく隠蔽力も高いので非常におすすめです。ということでですね、次回はカラー会ということで、内容がですね、ペイントカラー、まあ次回ついてくるカラーですね、それプラス、後継戦団について、ウルトラマリンとかのですね、普通の戦団に続いてですね、後継戦団というものがあります。そちらの説明が入っているようです。そして新しいデータシートがついてくるといった号になっています。暑さがね、どんどん増してくるこの夏ですけども、はい、皆さん体調にね、気をつけながら、楽しんで遊んでいきましょうといったところですね。ということで、今回もウォーハンマー 40K インペリウム第29号が終了しました。では第30号でまたお会いしましょう。また見てね。バイバイ。